皆さんどうも、P425 でございます。えーまあ、私、先日、ホロライブの,あのバイスシバルズを買いまして、はいあのー、友達に言われる側に買ったんだけれども、まあ、全然知らなくてで、あのー。いいカードが出れば、かなり高値で売れるよって言われて、ス、あ、リ、のー、リアみたいのに出したんですよ。あの50円でした。<laughs> で、えー、皆さんは、デルセの、えー、2D リッチ V というものをご覧になりますか、あのーまあ 2D リッチ MV というのは、まあ、3D とはまた違った MV を見ることができる機能なんですけれども、この 2D リッチ MV、実は楽曲によっては、一目見ただけではわからない、結構謎を多く含んだ MV というのも存在するんですね。今回の動画ではですね、そちらの、えー、謎を含んだ 2D リッチ MV をですね、解読してみようという動画になります。そして、えー、今回解読する楽曲、ホームスイートホームでございますね。こちらは、えー、だいぶ一風変わった曲にはなるんですけれども、えー、今回ね、えー、調べてきましたので、 結果の方をね、皆さんにお知らせしたいなと思っておりますちなみに、えー、今回参考にしたものはですね、えー、CD、えー、あとは2 d リチューム、そして、えー、YouTube のコメント欄ということをね、えー、参考にして、えー、この結果に至りましたうんで、あのー。この動画を見ていただくにはですねやはりこうまずはスイートホームスイートホームのあのー、フルを聞いていただくのがですね一番実は分かりやすいんですけれども、まあ、お金がかかってしまうので、あのーまあ、最悪ネットで あのー、歌詞だけでも検索して、あのー、全部読,読んでください。そうすれば、非常に、この動画分かりやすく済むかな、という感じになります。では、行きましょう。1、時系列。こちらのフェーズではですね、あのー、簡単に時系列についてお話をしていこうかなと思います。ホームスイートホーム。あのー、ストーリーを織り出す、まあ、曲というのが、7つございます。あのー、1つ目、フル。そして、5つのソロ。そして、 えー、2 d リッチ m v こちらの7つが、えー、ストーリーというものを構成していきますであのまずはこちらのじゃあ7つどういう時系列になっているのかと言いますと、えー、こちらになっております、はい、まずはじめに小梅ちゃんのソロそしてその後にコヒのソロが入りましてマヨのソロが入りますでここがですねあのまあ自分的にはここはあの一緒に、えー、書いてはいるんですけれども、まあ、厳密に言えば 赤リンゴの方が先なんですかね。あの、楽曲の始めの方でカリンちゃんが、あの、あ,かりあの館に入った赤リンゴに自己紹介を受けるので、まあ、ここ、本当は赤リンゴ、カリンちゃんの方がいいんですけども、まあ、ここでは一応同列にしております。特に、あの、ここは気にしなくて大丈夫です。で、あの、そしてフルですね。で、そして最後に 2D リッチがございます。そうですね。あの、まあ、つまりどういうことかといいますと、あの、2D リッチ MV というのはですね、フルの後日談ということが、えー、この、 でかります、あのー、こちらのですね、結論が実は非常に重要でして、あのー、もう、なんでしょう。正直、これさえ聞いて、あとは自分で 2D リッチ MV 見れば分かるぐらいの、えー、結論ということになります。はい。ね、そのくらい重要な、えー、ポイント、えー、2D リッチ MV は後日談というのをね、皆さん頭にね、入れてい,いければいいかなと思っております。つまりですね、 あの何をどうあのこれを聞いて変えればいいのって話なんですけれども歌詞とムービーを切り離して見てください歌詞とムービーを切り離して 2D リッチを見ていただきますと、えー、非常に分かりやすいかなと思います2操り人形ここからのフェーズではですね、えー、2D リッチ MV の内容をちょっと解説していこうかなと思いますでは まず初めに操り人形というフェーズなんですけれども、えー、ホームスイートホームの、えー、謎のポイントその1、あのー、どうしても気になるのが何で人形であの序盤をやるのかと MV 最初からサビまでが登場するものがあやつり人形なんですね、はい、あのこちらの一見そういう雰囲気の曲ですから演出なのかと思われるかもしれませんがその後結局サビで赤リンゴのプチデルラが登場して これはなぜだという謎が深まるのが、えー、初見といいますかね、初見の感じにはなるんですけれども、こちらの紹介でございます。まあ、単純にあやつり人形というのは、これはあの赤リンゴの遊び道具でございます。2D リッチ MV の、えー、プチデレラとしての登場人物というのは、サビまで、うん、サビまで、サビが終わるところまでの中で,中ですとあの、コヒと赤リンゴしか登場しません。 あのそれ以外のメンバーは実質存在しないということでございますね。うん。あのー、人形のダンスから 2D リッチー v 2D リッチ MV じゃない、プチテレラに切り替わる時の、えー、切り替わって廊下を歩いて扉を開けた時のコーヒーの、えー、セリフでございます。小梅お嬢様、マユ様、お客様をお連れしました。この時に、小梅お嬢様のば時に、えー、操り人形の小梅ちゃん。 眉様の時に眉の,あのあ操り人形が、えー、映し出されます。これはすなわち、あのー、もうここの場には、えー、この2人は存在していないよと、ね。声をかけたのは操り人形であって、この2人はこの場には存在しないよということを表しているということになりますね。はい、つまり操り人形は はあれは単純なあかりちゃんの赤リんごの遊び道具という認識でオッケー、OK、かなと思います特に、まあ、深い意味はないと言ってしまうとあのー、語弊があるかもしれないんですけれどもあまり気にしなくていいのかなという感じでございます3呪いの進行赤リんごイコール小梅ちゃんという考えはい続いてのこちらの、えー、フェーズではですね結構かなり重要なと言いますかなかなかこう面白いあのー、結果が出ました えー、ストーリー全体で赤りんごの呪いの進行具合を感じることができます。まあ、フル最後でですね、赤りんごは館に取り残されまして、でまあ、2D リッチ MV はフルの後日談だという話をしている通りあのー、そこから数日経っているわけですけれども、あのー、ストーリー全体でね赤りんごの呪いを、えー、進んでいるなというのを感じることができます。 まずフルの、フルの段階では赤リンゴが100%でございますあの。赤リンゴの意思である家に帰りたいというのをね常に思っているわけですけれども、えー、そんな中、えー、2D リッチの最初ですね、最初からサビまでの段階で、私の考えでいけば赤リンゴが40%で、小梅ちゃんが60%の状態ではないかなというふうに考えております。まあ、あの赤リンゴが帰りたいと。 う思っているのに対してコウメちゃんの館でみんなと過ごしたいという考えも実は多少多少というかほぼ半分以上その考えになっておりましてあのー、まああの館で遊んでいるという状態になります、えー、その証拠でですねあのサビ中にですね赤リンゴが人形で遊びながら笑うところがありましてでその笑った後に あの、実は小梅ちゃんの人形も若干笑うんですよ。はい。あの、ただ、この笑うという演出がですね、赤リンゴが笑って、あの、数秒経ってから小梅ちゃんが笑うんですね。これはどういうことを表してるのかって自分が考えたときに、まだ赤リンゴという、なんでしょうね、赤リンゴの体はまだ若干赤リンゴというものが存在しまして、完全に表意しきってない。 あの、仮にこれを赤リンゴイコールコウメちゃんにこの時点でするのであれば、あの、赤リンゴが笑ったと同時にコウメちゃんも、の人形も一緒に笑えば、あの、全然簡単にこれは表すことができるんですけれども、そうしないということは、まだ、えー、この時点では若干赤リンゴ家に帰りたいなという、えー、気持ちもどこかにあるのではないかなと思っております。で、あの、サビ語ですね。サビ語、えー、カリンちゃんと、えー、別れた時の記憶が、 えー、かりんちゃん2 d 再登 v であの何でしょうねこう黒いというか,なんかこう若干こう過去の記憶みたいなシーンであの手を伸ばすかりんちゃんと画面上に現れてるもう一つの手を伸ば,す、えー、伸ばしている手あれは赤リンゴの手なんですけれどもあれがこう離れていくそしてドアが閉まるあれはおそらくフルのラストでしょうねうんであそこの記憶がおそらくかりんちゃんの再登場か何かであのー 復活しますであのまあおそらくそこであの家に帰りたい赤りんごっていう気持ちとここに完全に住んで家族を待つっていうコウメちゃんの気持ちの葛藤がおそらくあのしたんでしょうね発生しますなので力の暴走のような、えー、描写が実は流れてるわけですよあのコーヒーがねこうあの何でしょうね目粒にあのグってやってるんですけどねその子であのランプが壊れたりとか 壁にひびが入ったりとかそういうなんでしょうねあの邪、ー、悪なオーラを発しながら、えー、赤りんごが、まあ、中央であのー、呆然としているという形でございます呆然しとしたり絶望したりという中でこうカットを繰り広げますでラストカリンちゃんが赤りんごの部屋にドンとあのー、飛び込んできまして「に逃げましょうあかりちゃん」って言ってまああれはあのー あの別のセリフではあるんですけれども一応ほぼ同じ意味合いであそこは使われています逃げましょうあかりちゃんって言って手を伸ばした時にあの逃がさないよってセリフを最後コウメちゃんがフルでは言うんですでこの逃がさないよってセリフがですねあかりんごの口の動きと同時に逃がさないよっていうセリフが発せられるわけですよここであのサビ前に あのサビ前というかサビまでの,あの状況あ,のあるあったあの現象をねあの振り返っていただきたいんですけれどもあのサビ前にですね赤リンゴが笑って数秒して小梅ちゃんの耐えすぎにんが笑ったっていうあれがあったじゃないですかあれがサビが終わった本当にラストにガッと一致してあれはもう赤リンゴなんですけれどもえー、小梅ちゃんがもう100%呪いで支配したと考えていいかなというふうに 思っております。つまり完璧に呪われたわけですね。このように、あのー、ホームスイートホームの 2D リッチ部分はですね、赤リンゴの呪いの進行具合というのが、はい、あのー、最初から最後で、えー、わかるという風になっております。はい、まあ、ここで、ここまでですね、かなり結構、まあ、それなりの、えー、10分弱かな、あのー、解説と言いますか、まあ、あの <laughs>、解読というか、まあ、そんな考えというようなね、話していきましたが、 えー、私がこの 2D リッチ MV といいますかホームスイントホームというものを通して何を皆さんに言いたいかと言うんですいうことなんですけれども、えーまあ、これはもう本当に、あのー、皆さんもね感じたんではないでしょうか、えー、担当が良かった <laughs> あのー、担当が非常に良かったですねあのもう私この楽曲担当3人いるんですけれども 赤リンゴも良かったし、コーヒーも良かったし、マヨも良かった。赤リンゴなんて普段無邪気なのにさ、ここで急に闇落ちよう。いや、もうたまんないたまんない。たまんないこの感じ好きです。もう、プチリラだけどね、プチリラなんですけども、ハイライトのない目。あれ最高です。<laughs> めちゃくちゃ好き。実は1個ね、デレステ確かあ,のあるんですよね。赤リンゴのハイライトないあのやつが、練習の、あの練習後の,あのイベントのやつかな。ブランニューかな。確かなんかあるんですけど、あれ欲しいですね。 あれライブパーーティででで来たらちょっっととろうかなと思ってるんですけどでコーヒーね PCS の時とはまだ違ったあのかっこいいコーヒーが見れるのが最高ですえウ、ー、メお嬢様まゆ様お客様をお連れしましたこのセリフ大好き <laughs> そして最後まゆいやもう愛の重さが最高よねえもうあの愛する人と一緒に邪魔されたくないからっつってねあのまあ罪を犯してまで二人で一緒にこの館に逃げ込んで これぞマユという役柄うーん最高です普段ねマユすごい優しくて超いい子なんですよめっちゃいい子なんですよマユってコ小耳とか見ればわかるんだけどねもう本当にいい子で超優しいの皆さんが思ってること怖くないんですよマユってだけどこう愛のためだったらこの感じですごい愛が重いもうずるい <laughs> 前よ、隙が止まらん。<laughs> そんな感じでございます。ということで、今回はこの動画ね、これで締めようかなと思います。ありがとうございました。バイバイ。